こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。毎週多摩レイクサイド FM にて、こちらのドラゴンジャーナル番組をお届けさせていただいてます。いや、今日は素晴らしいゲスト の方にお越しいただきまして、皆様にご紹介したいと思います。ラジオでお伝えできないのが難点なんですけれども、コスチュームも着てくださっておりまして、アイヌ文化検証 の活動をされておられます、田村直美さんです。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、実はこちらの衣装を、私も初めてはい、アイヌの衣装を着させていただいているんですけれども、先日ロシアの映画祭に向けて歳三の刀のチームで予告編の映像を撮った時に、この歳三の刀という日露合同映画にアイヌのシーンが出てくるということで、急遽私思いついてしまって Facebook でアイヌの衣装を役者さんに着て撮影ができたらなぁなんていうことをつぶやいてましたら、はい、スミさんとおっしゃる方が、はい、田村さんのことを教えてくださいまして、ずうずうしいメッセージを送らせていただきましてまだお会いしてないのにこういった衣装も貸していただけないかという無理なお願いを聞いていただきました。本当にありがとうございます。はい、田村さんにまず自己紹介の方をお願いしたいんですけれども、どういった活動をされてらっしゃるかということで教えていただけませんでしょうか。私は、アイヌのルーツを持っていまして、で、北海道の白老町というところで、コミュニティカフェをやりながら、そこでアイヌ文化の伝承というところを活動しています。で、今白老町にはアイヌの国立博物館ウポポイも7月から始まりまして、はい、関心がすごく高くなってるなっていうのはちょっと感じているところなので、やっぱりそこをきっかけにアイヌ文化の方をより知っていただきたいなという思いで、今も今日みたいなご縁をいただいてすごく喜んでおります。ありがとうございます。今白老に国立博物館があるというふうにお伺いしたんですけれども、この白老という場所は実際にアイヌの方のが暮らしておられて、そういった文化がたくさん残っているんでしょうか。そうですね、深く話すと、縄文時代から縄文からアイヌの文化というふうに間まだあるんですけど、はい、あるんですけど、白老町ではその縄文土器とかいろんなものも発見され発掘されてるので、はい、そこからは多分あったとは思うんですけど、実際のこう記録に残ってる形としては江戸時代からもうどんどんアイヌの人たちが移住をしてきてっていうのは残ってるのは江戸時代からですね。そうなんですね、はい、うん、縄文時代から人々が暮らしておられて、また江戸時代からは実際に、はい、このアイヌの、お衣装ですとか、その生活されてたその家だとか、そういったものが残ってるということなんでしょうか。はい、そうですね、実際今そういう家とかは残ってないですね。もう明治の時代に、はい、和人同化法というものがありまして、はい、そこでアイヌの文化は全て断たれた状態になっていましたので、その時点で建ってたお家はチセといってアイヌのお家だったんですけど、その後建てたものは全てもう和人と同じお家っていう風になりましたので、はい、現存してるチセはね、白老にはありません。はい、一件も残ってないんですか。残ってないですね。博物館の中に復元されたのもありますけど、はい、今は本当に私もそうですけど、私のおばあちゃんの代まではもう本当にもう和人としての生活になっているので、はい、本当にアイヌの形の生活様式ではなくなっているので、家もないんですよ。そうなんですか。例えばこの言語というのはどうなんでしょうか。
当時のアイヌ語が今もこう継承されて、こうアイヌ語を喋られる方が生きておられるんでしょうか。そうですね、それもですね、本当にその明治政府がその和人同化法というのを始めて、あの日本語を話しなさいというふうになってしまったんですね。で、はい、アイヌ語を使っちゃいけませんよっていうなった時点で、そこからあのみんな日本語を覚えたわけですよ。で、その当時生きてた方たちも今はもう明治の時代だったので、はい、あのいらっしゃる方いないので、はい、実際アイヌ語でペラペラっていう方は本当もういないと思います。あとは勉強して、そうなんですか、うん、お勉強して喋れるとか、はい、あのこういう言葉を聞いたことがあるとか、はい、っていうことなので、あのだから私も日本語だったし、私のうちのおばあちゃんとか80代になる私の父も日本語しかわからないです。そうなんですか。だからその他の先住、世界の先住民の人と同じように、その、ね、アイヌ文化というもの、言語がなくなってしまうんじゃないかっていう、その一つにされてるぐらい今日常生活では本当にないですね。使うことはないです。その文法だとか単語っていうのもあまり残っていないものなんですか。それはですね、あのちょっとあのギリギリ残られされてるんですよね。あの伝承で受けた聞き取りで残してもらってたりとか、はい、あの知里幸恵さんっていうアイヌの詩人の方がいるんですけど、はい、あのとてもあの頭のいい方で、日本語とアイヌ語がまだ その方はどっちも使えたんですね。であの有名な金田一京介さんという方はすごくアイヌの方に関心を持っていて、でその方がその知里幸恵さんをすごく支援をしていたんですよ。はい、その知里幸恵さんがアイヌ語がなくなってしまうっていう恐れから、あの自ら活動してそのアイヌ語を残さなきゃっていうので、結構そういう資料とかがその頃は日本語としてでもアイヌ語を残して、カタカナ書きで残してくれたりとかしてるので、残ってる部分はあるんですね。なるほど。ただそのアイヌは文字を持たない民族だったので、はい、それをあの知里幸恵さんが日本語もアイヌ語もできるから、その日本語表記で残しておいてくれたのが私は大きいのかなっていうふうには感じてます。日本語表記ということはカタカナで振って、うんうん、はい、あのその音を保存したというか、うんうん、記録しておられたということなんですが、この、あ、今、ラジオ今収録をしてるんですけれども、実際に歳三の刀で、あの映画に出演してくださる女優の原めぐみさんもあの参加してくださっております。どうもこんばんは。すいません、遅くなりましたけれども、はい、どうしたんですか2人とも。愛の民族衣装素敵ですね、はい、私は T シャツですよ、ほらこんな骸骨の柄がついた。今時ですね。すいません、なんかラフで、はい、はい、あの原さんは先週ですか、そのラジオにご出演していただいた時にもこの、 あの田村さんの衣装を着ていただいて、アイヌ衣装を着てラジオ収録をさせていただいたんですが、はい、今後あの歳三の刀の映画の中で、辰巳拓郎様演じていただく佐野千左衛門という蝦夷共和国をあの建設創設した時 の、 あの資本家の一人であった近江商人の佐野家で、ご縁のあるアイヌ人役という女性役ということで、はい、今考えておりまして、はい、あの脚本は書いたんですけれども、ただ私自身がこのアイヌ文化についてあの本を何冊か読んだぐらいで、実はあまりあの不勉強な状態なので、あのいろいろわからないことが多く、ぜひあの田村さんにあのいろいろ教えていただけないんでしょうか。ありがたいですね、田村さんに参加していただき、はい、本当にありがとうございます。いろんな知識を教えていただけるとね、助かりますね。はい、はいはい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今あの本日の放送の中で、田村さんにお預かりしているお写真がございまして、こちらを、ラジオではちょっと拝見していただけないんですが、後で YouTube などでも動画を出すと思いますので、この写真を見ながらこの、解説をいただけたらと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、ではお写真拝見いたします。
こちらは田村さんのご家族のお写真でしょうか。これはですね、前に写ってるおひげの長い方が、はい、おじいちゃんになります。わー、すごいですね。何年前の写真なんですか？これは多分明治です。明治の後半ぐらいにはなっちゃうのかなと思うんですけど、はい、年代はちょっとはっきりわからないんですが、ここに私の祖母が写ってるので、その祖母が明治生まれで、もうこのもう娘さんになってるので、明治、後期ぐらいにはなってるのかなって。あと、この手前にいる、はい、この 3歳ぐらいの、可愛い女の子が写っているんですが、はい、それが、はい、田村さんの、おばあさんにあたる方なんでしょうか。あ、いえ、うちの私の祖母は、はい、軍服を着てる方の、あ、その奥の、右側のお団子を言ってる方ですか。あ、そうですね、それが私のおばあちゃんで、もう大好きなおばあちゃんですね。そうなんですか、はい、すごく可愛らしい表情の、うん、乙女という感じなんですけれども。貴重なお写真ですよね、これ。そうですね、この当時こうやって写真が残ってるってことがまずないの で、 そ う、 で、ね、そうなんですか。お家柄が良くないと写真もちゃんと残らないんじゃないですか。そうですね、このひ祖父とひ祖母の代で、漁場っていう漁をする、お魚を取る漁場を構えてって、はい、そこで、アイヌ の、 仲間のことをすごくお世話をしてたっていうのを話は聞いているので、やっぱその漁場を持ってたってところで、それなりのなんかあったんでしょうね、きっと。何持ってたんでしょうね、きっとね。あ、そうなんですね。それなりにはあったと思いますね。その漁場ではどんなお魚が取れたんですか？うんと、そこまでの詳しいのは残ってないんですが、白老は、はい、はい、カレーとかタラとか、スケソウタラとかですね、うん、その辺が取れてたと思います。うん、そうなんですね、はいはい。ありがとうございます。では、その次のお写真も拝見してみようと思うんですが、ただこの、おじいさんにあたる、おじいさん、ひげの長いおじいさんが、アイヌの方ということなんでしょうか。そうです、このひおじいちゃんの方がアイヌなんですね、はい、で、ひおばあちゃんの方は岩手から開拓に来た人とこ の、 娘さんになるので、はい、和人なんですよ。なるほど、はい、あ、じゃあ開拓民の方とアイヌの方がご結婚されたっていうことなんですね、はい、そのパターンが今開拓でどんどん和人が入った時にはそのパターンがすごく多いです、ね。うん、はい、だからうちのおじいちゃんの方なんですけど、そのひげの長いのがすごく、はい、珍しい感じがするんですが、何かこう意味があるんでしょうか。偉い人は長く伸ばしていいとか。偉い楽な関係なく、みんなひげは長かったっていうふうには聞いてます。すごいです。だって3、40センチ長い方が多いと聞いてまして、すごい長いですよね。40センチ以上ありそうなおひげで、40センチありそうな。うちのひおじいちゃんはその一つのコタンというか、その村を治めている州長でもあったので、うん、そういう意味では、そうなんですか、人は高かったのかなという気はしますけど、威厳がありますよね。威厳がありますよね、はい、そして彫りがすごく深くてハンサムでいらっしゃって、そうです、カラフト系なんですよ。カラフトから北海道の日高というところに移って、そこから白老、はい、最終的に白老に来た方なんで、カラフトなんでちょっと彫りが深くて外国人っぽいっていう感じはあります、ね、確かにこの、はい、目鼻立ちがすごく深くて、うん、その外国の方の顔にもちょっと似てるような、うんうん、すごく紳士的で、はい、あとひげがすごく濃くいらっしゃいますよね。これはアイヌの方の特徴として、はい、私眉毛がつながっているとか、何か毛が、はい、すごく体毛が豊かなイメージがあるんですが、はい、実際にひいおじい様もそうだったんでしょうか。まあ、ひい祖母は私会ったことないんでわかんないですけど、多分そうだったと思いますし、はい、眉毛つながってます？つながってないんですよね。まあ、おじとかね、でも実際そういう体毛は濃かったんですね。でもそれが和人の人が入ってきた時にいじめにもつながったんですけど、うん、体毛が濃いということでいじめは、私もそれは随分受けました。
そうでしたか。うん、ではあの次のお写真を拝見をさせていただきます。はい、こちらはあの同じくひげが豊かなあの、はい、男性4人のお写真なんですけれども、うん、あの本日私が着させていただいている衣装とも似た男性と女性とまた衣装が違うのかもしれないんですが、うん、アイヌの民族衣装を着ていらっしゃいます。これはいつ頃のお写真なんでしょうか。これはですね、今年の春ぐらいに新聞記者の方が見つけて届けてくださった写真なので、はい、あ、写真というかコピーだったんですけど、うん、だからそのいつの時代に写したかとかっていうのは本当にわからないです。ただ先ほどの写真と、まあ、同時代かなっていうおじいちゃんの格好を見ればそういう感じかなとは思うんですけど、4人揃って民族衣装着てね、貴重な写真ですよね。これはこれでまた多分その隣で写ってる方がその白老でまた州長やってた方っていうの記録が残ってるので、顔が同じなので多分この方はそうなのかなとか、その時代に、うん、いろんなところの州長さんが集まってこう話をしたりとかっていうのもあったらしいので、はい、その時の写真ではないかなっていう私の想像ですけど、はい、お衣装の刺繍の柄とかがやっぱりこのうちはこういう柄とかって分かれてるんでしょうか。あ、これはですね、はい、家で分かれてるわけではなくて、はい、地域なんですよね。私のいる白老っていうところがこのルーンペっていうんですけど、生地を貼った上に刺繍をしてるという形が白老ちょっとそれが主流なんですよね。ちょっと生地を貼った上に刺繍、はい、確かにこの今私がこの、はい、着させていただいているこの衣装も布が貼ってあって、 その縁をこう綺麗な糸で縫ってあって、はい、その上にさらに刺繍がされているデザインになってますね。これは昔から白老ではこういった衣装が主流だったんでしょうか。うん、そういうふうに聞いていますね。はい、他のところはまた違うんですか。今話途中でしたけども、すみません。そうですね、例えばこのマタンプシで見られるような糸の刺繍だけの縮りとかってあるんですけど、また種類がありまして、そういう地域もあったり、まずそこそこ4カ所ぐらいかな、私が今ちょっと把握したのが4カ所ぐらいの刺繍が違うっていうのは聞いてます。4パターンぐらい同じアイヌの民族衣装でもパターンが違う、うん、そうですね、はい、でカラフトアイヌの方のカラフトアイヌだとまたさらに違ったり、すごい色彩が豊かになって、うん、可愛いんですよね、カラフトアイヌのお衣装。そうなんですか。アイヌのお衣装というと紺色であったり、茶系統の色っていう印象があるんですけれども、うん、彩りが豊かなんですか、カラフトの方っていうのは。カラフトの糸とかがすごい色がカラフルなんですよね。私もそのアイヌのってなんか結構地味めだよなって思ってたんですけど、こう勉強していくうちにカラフトのアイヌとかっていうところにたどり着いた時にすごく可愛くてちょっとびっくりして、あ、こんな可愛いんだとか思いながら、はい、見てましたね。そうなんですね、うん、パッチワークのイメージですよね、この民族衣装。そうですね、パッチワークっぽいですね、うん、はい。あともう一つ質問があるんですけれども、はい、このアイヌのお衣装のこの模様というのはこうお家によって違うんでしょうか。何かこの、衣装の、この文様に意味があったりとか、こう魔除けになっていたりとか、はい、そういったことがあるんでしょうか。一応今はなんかその文様に意味っていうのがついてるんですけど、はい、それはその、なんだろう、ずっと最初の方からそうではなくて、まあ、途中から近代アイヌっていうか近代になってからっていうところもあるみたいなんですけど、はい、そのお家によって違うとかっていうのではないみたいですね。ただその伝承されているものなのでちょっと違いは出てくるかもしれないんですけど、こういうルーンペって布を貼った状態 で赤が入っててっていう、あと袋のマークが入って背中から守ってますよっていうのが白老の袋のマークですか。はい、きっと送ったやつには皆さん
はい。入ってると思って、私の今、バッグの方、後ろにかけてる着物にも袋がついてるんですけど、これは背中から、はい、守ってくれるっていう意味があるようなんですよね。背中から、あ、こちらがフクロウのマークになるんですね。そうです。これ全部入ってるはずなんですけど、はい、目、くちばしっていう形で、はい、背中は見えないので、背中から後ろから守ってくれてるっていう意味があるっていうことと、あと白いはちょっとこういう赤を使うっていうのが特徴があるっていうふうに教えてもらってます。赤が可愛いですよね、なんかね。そうですね、ちょっとだけ華やかになるので、はい。はい、なるほど。もう一つ、本日はこのぜひラジオということでその音楽の方も紹介できたらと思っているんですけれども、はい、YouTube に、田村さんがこう歌われているアイヌの、曲があるということでこちら皆さんと一緒に、拝聴させていただきます。まずちょっと動画の方をご覧いただけたらと思います。ありがとうございます。はい、ちょっと待ってくださいね。で、今出ますかね。ちょっと待ってください。今。ちょっとごめんなさい。もう一回やり直します。もう一回ちょっと待ってくださいね。はい、ではですね、これは、白老いアイヌの子守唄になるということなんですけれども、はい、ご自身で歌っておられるコンサートの様子をお聞きいただきます。曲ですね。なんだか、なんか優しい感じで、かですね、本当に、ね。そうですね。お母さんにこう抱かれて自分も眠くなっちゃうような、なんだか安心するような。安心するような感じのアルファ波が出るような、はい、そんな曲ですね。はい、この、子守唄をお聞きして、早速質問なんですけれども、はい、ピリ辛みたいな、ピリ辛ほうほうみたいな、すいません、はい、覚えられてないんですが、はい、その歌詞があったと思うんですが、はい、この歌詞がアイヌ語なんですか？はい、これすべてアイヌ語ですね。どんな意味なんでしょうか？はい、これはですね、アイヌの子守唄って、はい、赤ちゃんが寝る、ゆりかごみたいのがあって、そこで
こう揺らしながら歌う子守歌と、あの作業をしながらしてる時に音符をして、うん、の音符をしてる状態で歌うってなんか2つあるっていう風に聞いていて、はい、それの私が今歌ってるのはその作業しながらの方なんですけど、だからもうちょっともしかしたらテンポはいいのかもしれないんですが、でこれはあの可愛い子よ泣くんじゃないよ、泣いたらあのおっかないあおっかない怖い鳥が飛んできて頭や目をつつくよ、だから可愛い子よ泣かないでよく寝るんだよっていう、そういう詩ですそう訳すと、はい、すいません、ピリカってどういう意味ですか？ピリカはあの綺麗とか美しいとか、あとよく寝るんだよとかっていうのをよくとか、そういうところで使いますね。あのピリカピリカって愛のコンピューター知ってるんですけど、はい、それも、はい、そう同じピリカですか？そうですね、よく眠りなさいよとか、あと かわいい子よとか美しいとか、そういう意味のに使われてるみたいですね。あ、はい、そうなんですね。なるほど、意味を教えていただくとよりなんだか歌があの響いてくるというか、そうですね、はい、あの実は原さんがあの歌手を長く、うん、あの歌手活動をされてらっしゃるし、私としてはあのぜひ映画の中で土方歳三さんがその京都からこう江戸に来て、そしてさらにあの北へ北へと行って会津を越えて蝦夷まで来るわけですけど、そういった心があのその中で戦いで仲間を失ったりしている中で、あのそういった歳三が蝦夷に来た後にアイヌの歌に出会うようなシーンがあったらいいなと考えてまして、でそれをあの原さんにこう演じていただきながら歌を歌っていただくような、そういった演出ができたらいいななんて思ってるんですけれども、あのアイヌの方というのは日常の中でよく歌を歌われるということがあったんでしょうか？あの歌とか踊りとかっていうのはあのよくしてたっていうふうに聞いてます。だからいろんなこう、うん、歌があるんですよね。みんなでワリナって歌ったり歌って踊ったりとか、うん、こう太鼓のような打楽器があって、それをみんなでこう叩きながら輪になって、はい、歌ったりとかっていうのはよくしてたっていうふうに聞いていますので、はい、日常的にその歌とかっていうのはあったんじゃないかなと思いますね。はい、なるほど、あのぜひこのアイヌの歌も私もあのもう少し、学ばせていただいて、どういった歌がそのどの地域にあるのかとか、どういった楽器を使われるのかっていうこともあのちょっと学んでいけたらなっていうことを思ってます。 あっという間にですね、実はこの放送は、30分ということなんですが、あと2分となってしまいました。はい、あっという間でしたが、あの田村さんに最後視聴者の方にメッセージがございましたらあのお願いいたします。お願いします。はい、ですね、私もアイヌのルーツというのを受け入れられたのが本当に5年ほどぐらい前なんですね。で実際そういう方たちもたくさんいて、でもそのルーツを受け入れたことで私はあのこの素晴らしいアイヌの文化とアイヌの精神性というものをやっぱり知ってほしいな、あといいとか悪いとかではなく、ただ起きてきた事実というのも皆さんにきちっと知ってほしいなという思いがあって、あのここ白老町の本当田舎なんですけど、そこでカフェをやりながらこういう伝承活動をしています。なので、あの本当に今の生きる上でのすごいヒントがいっぱい詰まってるアイヌの文化なので、とても今必要じゃないかなという思いも込めて、あの日々活動を続けているので、ぜひ皆さんもあの関心持っていただけたらと思います。はい、ます。はい、私もあの母が北海道でアイヌってすごく身近に感じていた民族なので、うん、あのそのアイヌの役をやれるということがとてもあの光栄です。頑張りたいと思います。今日は勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございます。歳三の刀モーションギャラリーにてクラウドファンディングも行っております。本日はありがとうございました。この放送はマッキーサリム様、一般社団法人ユーラシア国際映画祭、
株式会社 KYI の提供でお送りいたしました。